メンダ事件とは1948年12月30日に熊本県人吉市で発生した強盗殺人事件。同事件の被疑者として逮捕、起訴された男性に死刑判決が言い渡されて確定したが、後に再審で無罪が確定した冤罪事件でもある。四大死刑冤罪事件の一つ。日本弁護士連合会が支援していた。 1948年12月30日3時ごろ、熊本県人吉市で起還し夫婦が殺害され、夫婦の娘2人が重傷を負わされ、現金が盗まれた。現場検証から、犯行時刻は12月29日深夜から翌12月30日3時の間とされた。翌1949年1月13日、警察は、熊本県熊群面多町在住の男性、 メンダ久しを別件の窃盗容疑で逮捕し、同月16日には一家4人への強盗殺人などの容疑で再逮捕した。この3日間余りの間、警察はメンダに拷問と脅迫を加え、自白を強要する。メンダは同月28日に強盗殺人などの罪で、熊本地方裁判所八代支部に起訴され、第一審の初公判では、 殺意以外の基礎事実を概ね認めたが、第一審の第三回公判で自白は拷問で強要されたものであり、事件当日には特殊飲食店の女性と遊興しており、アリバイがあるとして無罪を主張。警察はアリバイの捜査を行うが、アリバイ証人に対し一緒にいたのが翌日というように証言を誘導させた。また、検察は、 証拠品である狂器のなた、メンダが犯行時に着ていて血痕が付着していたとされる、ハッピ、マフラー、ズボンなどを廃棄する。メンダは自分が犯人にされたのは、人吉警察署の増田刑事が売春の手伝いをしているのを知ってしまったからだと主張している。1950年3月23日、熊本地裁圧白支部は、被告人、メンダ久氏に死刑判決を言い渡した。 メンダは控訴するが1951年3月19日に福岡公裁はメンダの控訴を棄却する判決を言い渡した。さらにメンダは上告したが、同年12月25日に最高裁から上告棄却の判決を言い渡され、1952年1月5日に死刑が確定した。1968年国会に死刑囚に対する最新特例法案が、 提出されたが、翌1969年に廃案。その代わり、当時の法務大臣である、西郷吉之助が、GHQ 占領下で起訴された死刑確定事件6件7名に対して、特別恩赦の検討を約束。面田も特別恩赦が検討されたが実現しなかった。死刑囚となった面田は再審請求を行うが、第5次請求まですべて棄却された。このうち、 1954年5月18日に、熊本地裁圧資料支部へ提起した第三次、最新請求では、1956年8月10日に、同地裁支部が最新開始を決定したが、検察が即時広告したところ、福岡高裁は1959年4月15日に、最新開始の取り消しを決定し、面談の特別広告も、同年12月6日に再高裁で帰却された。 1972年に、メンダは、熊本地裁厚代支部に、第六次再審請求したが、1976年4月30日に、同地裁支部より、請求棄却決定が出される。しかし、1979年9月27日に、福岡高裁が、再審開始を決定。検察は最高裁に特別抗告したが、1980年12月11日に、 棄却され、再審開始が確定した。1981年5月16日から始まった再審では、再審ではアリバイを証明する明確な証拠が提示されたこと、検察側の主張する逃走経路に不自然な点が見受けられたことなどが指摘された。1982年11月5日に検察は、面ンダに2度目の死刑休憩を行ったが、 1983年7月15日に、熊本地裁圧主導支部はメンダに、無罪判決を言い渡した。同地裁支部は、事件当夜のメンダのアリバイを認め、自白の信用性を否定した。この判決は、死刑囚に対しては、初となる、最新無罪判決で、事件発生から34年6ヶ月後のことだった。メンダは即日釈放され、 同月28日に検察が控訴を断念したことで、無罪が確定。刑事保証法に基づき、死刑確定判決から31年7ヶ月の公金日数12,599日に対して、メンダ29-071000に,に800円の保証金が支払われた。なおそれまでに、警察、検察はいずれもメンダが真犯人だとして、 本事件の再捜査を行わなかったため、真犯人は検挙されず、本事件は、控訴事項が完成し、未解決事件となっている。無罪が確定されたにもかかわらず、その後の面談に対する批判が続いた。当時としては桁違いである多額の保証金の使い道、出所後の行動を、週刊誌が報道したりした。立川男子は1989年6月1日未明放送の、 テレビ朝日、プレステージで、昔の法務大臣に聞きましたよ。やってねえわけねえんだってねえと話し、11の市民団体がテレビ局に抗議文を送る騒動となった。男子は後に謝罪した。週刊朝日など数社の週刊誌が、あの人は今のようなコーナーで写真付きインタビューを掲載した。刑事保証金の半額以上を弁護団や支援団体に謝礼として渡したこと。 高知所にいた間は年金に加入できなかっために、年金を受け取っていない状態であること、無罪確定後に結婚した妻と二人で、細々と暮らしていること、ほぼ毎日釣りに出かけていること、無罪確定から数十年を経た現在も社会には偏見があり、なかなか一般の人との付き合いは難しいことなどを語っている。これは地元では、特に根強く、公共の場で冤罪であると発言することすら、 はばかられることもある。なお、メンダは拘置所から出所後、一旦地元に帰ってきて歓迎されたが、真犯人が不明なことや、巨額の保証金を受け取ったことなどから地元で平穏に、暮らせず、他の市に引っ越した。ある死刑廃止運動の会合で、メンダは、さき竜像に出会う。詐欺の著書、荒野へ引く死刑囚の手記から、に登場した、実在の死刑囚系と同じ拘置所だったこと。 様々な死刑確定集を見てきたが、刑ほど竹を割ったような性格の男はいなかったことなど発言している。また刑も詐欺に、高知所のソフトボール大会でメンダと楽しんだ思い出を語っていた。メンダは複数の著書を出版しており、それらの中で自身の体験を綴るとともに死刑制度の廃止を主張している。近年は人権の大切さを訴える講演を全国各地で、 行っていた。2001年には、フランスのストラスブールで行われた第1回、死刑廃止世界会議に参加した。また、2007年には、国際連合本部で行われた、パネルディスカッションにおいて、自らの主張を訴えた。2009年5月、メンダは、死刑囚として放置されていた間、国民年金納付の機会を失ったとして、総務省に対し、 年金受給資格の回復を求め、申し立てた。2013年6月に、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例、等に関する法律が、議員立法で成立。同法に基づき、死刑確定で週刊中に、国民年金制度が開始されてから出国までの約34年分の未納保険料。 約180万円を2013年秋に一括して支払い、それ以前に受給していたはずの年金を一時金として受け取り、2014年から国民年金が給付されている。2010年2月、NHK 教育テレビジョンで、一都部特集、裁判員へ元死刑囚、メンダー久志の旅が放送された。二千十九年九月、熊本大学附属図書館において、 メンダの最新裁判資料を、獄中で使用した、六方全書、家族や支援者への手紙など14点を展示する、地の使用の記録メンダ事件関係資料展が開かれた。初日の9月17日にはメンダ夫妻のトークイベントが行われた。2020年12月5日、メンダが老衰のため、福岡県大牟田市の高齢者介護施設で死去した。 死刑冤罪4事件の元死刑囚のうち、谷口茂吉は2005年に、斎藤幸雄は2006年にそれぞれ死去しているため、存命者は赤堀正夫のみとなった。ありがとうございます。